はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、フレンドさんのおかげでね、メインアカウントでペンケねゲットしましたんで、裏マップねやっと攻略していきましょう。でちょっとアニメーションもね、見たいので、スザクまではね、サブアカで進んで、スザクだけねメインアカウントでね攻略していきたいと思います。さあ行きましょう。一応3番目のアカウントでまだねウィンになるようなクリアしてないね。一応1回だけブーフルのやつ見せしようか。特攻なしで倒す人とかはもう神だよね。よいしょ。パンなんでね、485万の2600の反撃と。じゃあちょっとあっさり負けましょう。反撃な？めっちゃ食らったね、反撃。うん。まあ一応ね、ホロチか弁慶ね、使ってやりましょうっていう感じですね。はい、じゃあね、アニメーション的には、カイだね。ちょっと、よっと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 、これはね、後で、メインアカウントをね、封印ときます。順番、どの順番がいいんだろう。百個。必殺技に反撃、技ゲージ吸収。あ、そう、ちょいムズだ。はい、じゃあ行きましょう。ちょいムズだけどこのアカウントにしては難しいかも。結構強い、10万技ゲージ吸収って言ってたもんね。吸うてんの。これで技ゲージ吸収されちゃった。ここで整理する。なんか強いな。今に苦戦したし、もうなんかさらっと倒していくのかと思ってた。必殺の秘伝書ゲット。ちょっと。これは、ひょっとして、一番強かったのがピアコだったか。ちょっとよくわかんねえな。もういい、あとは適当でいいな。普通左からだよな。2万。ああ、本当だ。じゃあどんどん倒しちゃう。あ、レベル上げにもなんねえか。なってるね。さあ行きましょう。洞穴弱そうだな。さあ洞穴、お邪魔玉に注意。なんだ、白虎一番強かったかな。あ、でも鬼釜もあれだよね。鬼釜もなんかあれだったね。
特攻妖怪いたね。あ、強いか。34,000。二番目強い。多分お邪魔玉あったな。次の鬼釜も制限ありそうだな。ちょっとアニメーションはね残しときたいので、ちょっとすまんね、すぐスザクをやんなくて。さあ鬼釜、さとさ反撃、激ムズだ。ちょっとこれはメインでやろうかな。はい、という感じでしたね、アニメーションは。はい、そしたら鬼釜いきましょう。これが一応激ムズか。どうしようかな。15万。山岡見ると楽勝だな。ちょっと抜けれないね、これ。ヤバかも。こんなもん。あ、一発 OK だ。一発 OK じゃなかった。これで OK。もうこっちは必殺の秘伝ルベット。はい、そしたらね、スザクの封印がたくさん解けてるんでやっていきましょう。で、メンバーは高血でね、メンバーにしています。とりあえず一回行ってみましょう。あ、間違えた、封印を解除しなきゃいけない。封印も解除されてるのか。あ、一応解除されてるのかな。技レベルがね、うめえ低いんだけど、なんとかなるんでしょうけど。あれ？ちょっと待って。これじゃダメだ。ちょっとやり直すわ。とりあえず封印を解きましょう。ごめんなさい、お邪魔玉、100個、攻撃力カット、反撃カット、スキルゲットで、最後はね10回でヒットポイントってことね。浮いてたんだ。482万。
行ったね。はい、フィニッシュ。落ちてもいいぜ。クリアでウィッス。とりあえず倒しやした。見事だな。おお。スザクの駒が将棋盤に吸収。あ、これあれか。まさか将棋盤に何かいる。妖魔将棋。最後キングかな。はい、というわけで一応倒せましたんで、技レベルねマックスなんで、ミッションね。おお、限界突破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 って感じで、とりあえず5まで来ましたね。必殺でとどめじゃなかったのか。あ、そっか、フィーバーとどめか。はい、まあまあ、この辺をね、クリアしていけばと思います。レバーオンがね、技レベルね、5までね、来ましたね。じゃあ、ゲットしましょう。ミット、レバーオン。はい、フィニッシュ。おお、ゲットしました。蛇王金将スザク剣山ということでね、スザクをゲットしました。不思議の ZZ は連チャンですね。グリッターティガに続いて、はい、という感じで一応ね、封印復活しないでゲットしました。で、なんだっけ、弁慶はね、弁慶でとどめをやれば超十突になるんですが、一応今ね、弁解突破9までね来てますね。うん、なんでまあ必殺でとどめをね終わりにしたいと思います。割とすぐ落ちたな、良かったですね。まあ時間もかけてらんないね。ショップがね、ベーグルがないんだしんで、これね、あとはどんぐらい落とせるかですね。なんとか頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回お助けね、非常にやってくれたおかげでなんとかなりました。技レベル、必殺の秘伝書はちょっと使わないでドロップで頑張りたいと思いますけど、どうなんでしょうね、何周ぐらい必要なんでしょうか。はい、じゃあ今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、一瞬でってやつと、フィーバーの時自身の技ゲージ、で自身の国を一度に8個つなぐと変身で、まばゆい光とともに戦場に降り立ったジャオ軍の守護神、なんとたりとも通ることを許さぬ、巨大な盾を操る身のこなしは敵の目を奪うほど優雅で美しいということでね。はい、やっとゲットできやした。じゃああとはちょっとサバカ頑張るのと、スザクのね周回も頑張りたいと思います。ちょっと周回頑張るためにね、10ねできたら倒したいと思います。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。21個あるし、ドロップもねまだ2個してあるんだよな。またお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。やったな。